待たせしました。ごめんね、お待たせ。ちょっと、飲み物が壊れちゃって。あと、ごめんね、なんかエアコンがまたね、変な音がするんだよ、ごめん。まあ、ちょっと、うるさいけど、あんまり気にしないでください。こんばんは、いらっしゃい、みんな来てくれてどうもありがとう。よしと、それではですね、ちょっと挨拶する前にちょっとツイートするね。壊れてるのかな。去年も同じようなことになって、なんか別に壊れてるわけじゃないみたいだったので、まあ、そのままなんだけど、もしかして壊れちゃった。これで OK。 よし、ちょっとツイートしまーす。はい、それでは挨拶していきたいと思います。大気の皆さん、ありがとう。ではヨレイラちゃんこんばんは、ヤトウちゃんこんばんは、アチュウちゃんいらっしゃい、ミスティックちゃんハロー、MZ ちゃんこんばんは、サミーちゃんこんばんは、カナメちゃんこんばんは、そしてパフュームちゃんこんばんは、ディーディーちゃんこんばんは、ウェンちゃんこんばんは、マシカメちゃんこんばんは、飲み物大丈夫ですか？大丈夫。あ、ちょっとびっくりしたよ。カゲトラちゃんこんばんは、セフィロスちゃんこんばんは、にゃー、クッスンちゃんこんばんは、大丈夫ですか？そう、席は大丈夫。ちょっとお洋服にね、ついちゃった。ティンちゃんこんばんは。白髪ちゃんこんばんは。昭和ちゃん、ワッシャハワ。コプラちゃんこんばんは。ディニスちゃん、ハロー。ミスターブレディフェイスちゃんこんばんは。コンちゃん、ワッシャハワ。テマリンちゃんこんばんは。シュンちゃんこんばんは。アチューちゃんこんばんは。ヤタマーちゃんこんばんは。ナビーちゃんこんばんは。マグちゃんこんばんは。カナメちゃん、いらっしゃい。ホンちゃんこんばんは。ノックスちゃんこんのは、キサラギちゃんこんのは、とみまるちゃんこんのは、ソーキャップちゃんこんのは、ドンちゃんこんのは、大丈夫。モスコちゃんこんのは、エックスマスちゃんこんのは、シカちゃんこんのは、壊れた、大変だ。ロムちゃんこんのは、それでモスコちゃんいらっしゃい、ミンジンちゃんはシャンハワー。ミスタードロップアウトちゃんいらっしゃい、カブちゃんこんのは、バンちゃんこんのは、やおちゃん、ワンシャンハワー。あかねちゃんこのは、あおちゃんこのは。そう、エアコンの音でね、なんか、切ってるんだけど、鳴るの。なんかおかしい。おっちゃんこのわわわ、ちゃおちゃんこのは。おー、届いた、やったー。ぜひぜひ、なんか、好きなところに貼り付けてね。こののは、はっちゃん。そして、しゅんちゃんありがとう。そう言ってもらえるとね、もう助かるよ。かなこちゃんこのは、あ、ほんとに？古いのかな？古いわけじゃないと思うんだけどな。しのぶちゃんこのは、ウィッシンちゃんこのは、MZ ちゃんこのは、ソラムちゃんこのは、ノエちゃんこのは、レイヤちゃんこのは、つぬぎざきちゃんこのは、みなとちゃんこのは、そして、とめちゃんこんばんは、アルケイドちゃんこんばんは、プラニアちゃんこんばんは、きょうちゃんこんのは、すごい、濁点が。ミシンちゃん、ワンシャハワ、ケンちゃんこんばんは、アキラちゃん、ワンシャハワ、キナちゃんこんばんは、エルちゃんこんばんは、大丈夫、大丈夫。ごめんね、心配かけて、真面目なツイートしました。リスベルちゃんこんのは、ヨンちゃんこんのは、ムネルちゃんこんのは、まあ普段真面目じゃないわけじゃないんだけど、ちょっとね、真面目なツイートさっきさせていただきました。ツイッターのね、DM に関することで、ちょっとみんなに気をつけてほしいことがあって、ツイートさせてもらってます。ぜひ、もしまだ見てない方はね、ちょっと目を通してほしいなと思ってます。洗濯？職人猫ちゃんこんのは、
まだ一曲も歌ってないので、ぜひゆっくりしていってください。くらちゃん、今度は。まあ、DM はね、今ちょっとお仕事の場所として使わせてもらってます。それで、まあ、基本的にね、ポジティブな、DM がすごく多くて、それはね、まあ、お返事できないんだけど、個人的には別に、問題ありません。まあ、お返事できなくてごめんね。ただちょっとネガティブなね、DM に関してはちょっと意識が引っ張られてしまって、少し活動に支障が出始めているので、少しルールを設けました。今後はですね、ブロックなどの対応もさせていただくことがあります。ちょっとご理解ください。ニップちゃん、こんのは。ランザメちゃん、こんのは。はい、ということで、まあその辺は皆さんの、なんて言うんだっけ、こういうの皆さんのね、判断にお任せします。じゃあそういうことで歌を歌っていこうと思うので、今日もゆっくりしていってください。ざわー、おはよう。ありがとう、かのめちゃん。はい、よろしくお願いします。くらちゃん、こんのは。じゃあまあそういうことで、あきらちゃん、こんのは。歌っていきますか。今日のんびりとゆっくりやっていきます。とはいえですね、1万4000人目指してるので、ぜひ応援してくださいね。こんのは、てぬぬちゃん。ありがとう。そうだ、ごめんね。ファンボックスの更新しようと思って、いつもね、だいたい、当日にね、曲を録音することが多いんですが、このエアコンのせいで録音できなかったんだよ、ごめんなさい。どうにかね、なんかちょっと魔法の技術を使ってこのうるさい音を消そうとしたんだけど、まあ、消えなくてね。なんかやっぱり質が下がってしまうので、まあ、ちょっとこの音がない時に録音して、ちゃんと音源にして投稿します。ありがとう、シェリンちゃん、こんのは。ありがとう、リップちゃん。私もたくさん歌えて嬉しいよ。エアコンが悪い。そう、私ももっと早めにね、準備すればよかったかな。ごめんね。お楽しみに、りんちゃん。あまはらちゃん、こんのは。こんのは、ぎんちゃん。いやー、多分ね、ほっといたらね、だいたい治るんだけどね。その代わりね、ずっと切っておかないといけないんですよ。こんのは、カフェインちゃん。シンドルちゃん、こんのは。ナチャサちゃん、こんのは。ナイトちゃん、こんのは。ナナシちゃん、こんのは。いらっしゃい、いらっしゃい。スパイのようなことはしないでください。わかりました。アリケイラちゃん、こんのは。エイちゃん、こんのは。ちょっとお水飲むね。お水じゃなかった。今日は、ミルクティーみたいな。アールグレイティーって書いてある。ごめん、髪の音入るね、これ。ちょっとうるさいですね、すみません、今日は。よし、じゃあ、歌いますか。1曲目はね、星町水星ちゃんのゴーストをね、歌おうと思っております。そうだよ、ティンちゃん。メイドさんに言えないよ、これ。どうしよう。さっき自分でなんか吹いた。バレるかな。バレますかね。まあ、後で言おうかな。ちょっと待ってね。そう、アールグレイ、美味しい。ケッカちゃん、こんのは。ヘンちゃん、こんのは。ゴースト。
いいよね、私もすごく好きな曲です。よし、行きますか。ではでは、今日も聞いていってください。そして少しでもね、なんて思ってもらえたら、ぜひ応援してください。弾けた感情に言い訳を並べて過ごした。葛藤も知らない街明かり、君だけだって嘘ついた。信じたくもないままで踊った。色を違う、笑ってる。
ありがとうございます。ブラームちゃん、こんばんは。ありがとう。少し遅れました。今日も癒されに来ました。活動費の出しとプリン代にありがとう。そう言ってくれて嬉しい。ありがとね。プリンを毎日食べます。ちょっと待って。このわ、このわ、いらっしゃいませ。拍手ありがとう。おれちゃん、ありがとう。しゅんやんちゃん、こんばんは。しゅんちゃん、ありがとう。みんな、ありがとうね。エアコンの音は気にしないでください。カチカチ。だへちゃん、こんばんは。ありがとう、みんな。このね、ゴーストっていう曲がね、すごく胸を打つんですよ。私を見つけてっていう思いがね、込められているこの曲が大好き。走って帰ってきた。おかえり、小田ちゃん。いやー、大変だったね。ありがとう、ティンちゃん。あー、ツイートしてくれてありがとね、みんな。ちょっとね、配信しながらね、余裕があるときはね、時々ツイッターを見たりしながら、みんながせっかくつぶやいてくれた、内容をですね、引用したりしています。本当にありがとう。次の曲なんですけど、次はね、ハチさんのバスタイムプラネタリウムっていう曲を歌おうと思っています。こんばんは、リアルちゃん。魔法ちゃんはシャンハワー。魔法ちゃん、あ、ごめん、ブラームちゃん、ありがとう。そして、デミットちゃん、こんばんは。みんな、本当に、とても嬉しいコメントをありがとうございます。今、1万4000人を目指して配信をしています。今日はね、だいたい1時ぐらいまで配信しようと思ってるんだけど、もしよかったらぜひ応援してくださいね。あっしゃんはわー、ちんちゃん。ちょっと準備をしたいと思います。登録してくれた方ありがとう。もしよかったらぜひコメントもしてもらえると嬉しいです。行きますか。
ではでは。いきまーす。
とうございました。ハチさんのバスタイムプラネタリウム、こんばんちゃん、いらっしゃい。このはまだ始まったばっかりだよ。とてもね、胸に響く曲ですよね。ハチさんのね、あったかいね、歌声がね、大好きなんですよ。こんばんは、あきくん。あめちゃん、ありがとう。ね、本当にね、素晴らしい曲ですよね。あんな風になりたいなっていう、思う私はすごく。ありがとう、しゅんちゃん。なぎちゃん、このは、いらっしゃい。ちょっとお水飲みます。ね、あったかいんだよ。ありがとう、とみまれちゃん。勇者のワルが生まれた。ありがとう、だちゃん。よし、ではでは次の曲いこうかな。もしね、初見さんいたらね、気軽にコメントしてください。いつでもコメントしてくれるとすごく嬉しいです。あおちゃん、ありがとう。基本的にね、私のやってることは私自身がね、決めてやりたいと思ったことしかやってません。それで手が回らなくてできないと思ったことはできないし、まあ自分の中で考えてね、やってるからね、安心してね。うん、そこに関してはまあその都度状況で変わるけど、安心してください。ただ、ツイッターでね、お知らせした件に関してはどうしてもね、ちょっと伝えておかないといけないかなって思って判断していました。なので安心してください。いつもありがとう、みんな。適当に休む、適当に休む、安心して。ご安心ください、本当に。ただね、忘れないでほしいのが、私はね、考えがあってね、自分でちゃんと選んで、考えて物事を決めているの。なので、そこはね、理解して尊重できればしていただきたいです。まあね、あんまり気にせず過ごしてもらえたらいいなというのが個人的には私の気持ちなので、まああんまり気にしないでください。はい、そういうことです。で、次の曲は、そう、時をかける少女の、曲で、奥花子さんの曲を歌おうと思っています。ありがとう、みんな。けいちゃん、こんばんは。まちきなこちゃん、こんばんは。よし、あ、そうだ、なんか今私の喋ったことで気を使わないでね、本当にみんな。YouTube のね、ちなみにコメントに関しては本当に助かります。ちょっとここはね、YouTube のことを私そんなに勉強してるわけではないんですが、コメントがね、多いとね、やっぱりね、おすすめに表示されたりする確率もすごく上がるんだって。なので、本当に嬉しいです。なんかこう、みんな優しいから負担になるかもって思ったりして、なんかちょっとやめとこうかなって思ったりは、しないでほしい。本当に嬉しいので、そこはね、よろしくお願いします。じゃあ、そういうことでガーネット歌います。
ちょっと待ってね。だんだんプロになっていますそう、だんだんね、やっぱり4年目なのでね、なんかお勉強もちょっとはしているんですよ。少しずつ。私もみんなに甘えっぱなしでは良くないので、まあ、知ってもらえるようにね、ちょっとは知識を溜め込んでいるんですよよし、じゃあ歌います。じゃあ奥花子さんのガーネット聞いてください。今頃私は涙か
過ごした日々を曲は奥花子さんでガーネットでした。登録してくれた方ありがとう。ちょっとただいまエアコンが故障していて変なノイズが入ります。これね、すいません。はじめましての方はね、もしよかったらコメントしてね。ありがとうみんな。猫ちゃんこのは拍手もたくさんありがとうございます。素敵なコメントもありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとう、だちゃん。しゅんちゃんありがとう。かなめちゃんありがとう。あきくんありがとう。ツイートしてくださってる方もね、本当に皆さんありがとうございます。よし。楽しみ、ありがとう、ティンちゃん。ありがとう、ケイちゃん。おー、ありがとうございます。1万4000人まであと200人だ。200人の方に出会えたらね、目標達成できますね。今日は1時までって思ってるけど、どうかな。一体何人の方に見つけてもらえるでしょうか。頑張ります。あきらちゃん、ありがとう。プーティン。これは中国語でプリンですね。プリン代。ありがとうございます。わあ。ありがとう、あきちゃん。ななしちゃん、おめでとう。メンバーシップギフトありがとうございます。メンバーになった方はね、ぜひ私のスタンプ使ってください。すごい可愛いと思っている、個人的にはね。あきちゃんありがとう。イエーイ、おめでとう、ありがとう。やったね。もっともっと頑張ります。てんちゃんありがとう。ではでは、続きまして、私が歌う曲はシリウスの心臓を歌おうと思っています。よし。よかったらね、ぜひ聴いていってください。シリウスの心臓を歌います。ちょっとね、準備したいと思うので、聞いてじゃない、待っててください。
シリウスの心臓を歌います。聴いてください。歌おう歌おうの朝見しから目を閉じるのは聞きたいから風を読むのはあなたを少しでも近くに感じたいから明かりになったあなたへ空を飛べる待って待っていて明かりになったあなたへの心臓は点滅するかしら歌を歌うのは悲しいから目を閉じるのは泣きたいから風を読むのはあなたに少しでも早く明かりになったあなたへ空を飛べる待って待っていて明かりになったあなたの心臓は点滅するかしら
はい、どうもありがとうございました。シリウスの心臓を歌わせていただきました。もし気に入ってくれたらとても嬉しいです。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ツイッターの方もぜひぜひ、つぶやいてくれるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。わっ、あきくんありがとう。みんなありがとね。 Thank you so much。 シュシュ、 I'm happy。 イエーイ。ちょっとお水を、あと200、あと200、あと200、200って。ちょっとお水飲みます。なぜか、なんか吸えない。OK。 登録してくださった方ありがとう。わ、ホタルイカちゃん、メンバーシップギフトありがとうございます。モックありがとう。ありがとう、しゅんちゃん。ティンちゃんもありがとう。平和。ではでは、続きまして次の歌もいきたいと思います。ぜひ聴いてください。次はね、 VWP さんの曲を歌おうと思っています。ありがとう、しゅんちゃん。あ、ほんとに、やった、成長感じてもらえて嬉しいです。ビビちゃん、このは Sorry I am late, don't worry。 エンジョイしてください。ほらすけちゃん、このは VWP さんの曲を歌おうと思っています。はじめましての方はね、はじめまして、ノワルテいます。ちょっと待ってね。リンネを歌おうと思います。ありがとう、リアちゃん。あと200人。このね、200人っていうね、200人の人に見つけてもらうっていうのがね、なかなか難しいんですよ。そんな中で見つけてくださってありがとうございます。あー、え、 VWP の話、え、違う、ハロー、パッちゃん、パッタちゃんいらっしゃい。懐かしいね、ティンちゃん。そんな時もありましたね。うん、とにかくね、いろんな時がありましたよ。ね、VWP さんのね、アルバムで合ってるかな？それをね、多分見た私。買いますよ。買いますよ。買います。マジさん、ハワーヨーちゃん。なんか純粋に憧れるよね。なんかかっこいいじゃないですか、活動とか音楽の姿勢かな、音楽に対するその姿勢とかね。私もそんな風になりたいなと思ってます。じゃあちょっと待ってね、準備しまーす。ごめんね、ちょっと聞こえてるよね、多分。変な音気にしないでください。自分で作ったスタンプだけど、なんかその笑ってるスタンプは絶妙な顔ですね。
よし、行きまーす。聞いてください。ねんね。Never.
ありがとうございました。ごめん、完全にリバーブエフェクトをかけ忘れてそのままで歌ってしまった。止まるわけにもいかず、ちょっと緊張してしましたけどね、歌いました。もしいいなって思ったらぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。ありがとう、ティンちゃん。 Thank you so much。 ありがとう、ウピちゃんいらっしゃい。メンバーシップギフト受け取った方おめでとう。スタンプをぜひ使ってください。ゆうなぎちゃん、このわいらっしゃい。ありがとう、てんちゃん。ちょっと待ってね、パパちゃん、こんばんは。ありがとう、素敵な感想をありがとうございます。あー、ちょっと待ってね、なんて言うんだっけな。あ、オッケー、スパシーボ、ありがとうございます。ちょっとね、言語がわからなくて調べてました。いっちゃん、こんばんにゃー、いらっしゃい。ほんと、ありがとう、愛してるよ、原曲愛感じてもらえたなら嬉しい。わお、ロンドンからウェルカム、野菜人参ちゃん。ロンドンからの野菜人参ちゃん、グッドイブニング。なるほど、名前がちょっと特徴的ですね。Nice to meet you。 え、失敗、全然失敗じゃないよ。こんばんは、なんこちゃん、いらっしゃいませ。今1万4000人目指してます。ぜひ応援してください。 We can do it。 イエーイ。 I like プリン、プリンが大好きです。じゃあそういうことで次の曲いきます。ちょっとね、私の好きな曲から、ファーストラブという曲を歌います。宇多田ヒカルさんがね、すごく好きで。ちょっとね、懐かしい曲にはなるんだけど、今でも愛される素敵な曲なので、ちょっとこの曲をね、歌おうと思います。ファーストラブ。大好きです。ちょっと待ってね、準備しようと思います。あ、名前なんて読むかな。ちょっと待ってね。こんばんは、初見さん、いらっしゃいませ。ちょーん、ちょーん。あ、ジョンジャー、ジョン、ジョンジャーイン、ジョンジャーインちゃん、うん、いらっしゃいませ。水分補給しとこう。ありがとう、かけとらちゃん。よし。紅茶をたしなんでました。私も今紅茶をたしなんでる。一緒だね。私はアールグレイティーを飲んでますよ。美味しい。あれ？ファーストラブ、ファーストラブ。あれ？ちょっと待ってね。あー、ちょっとお待ちください。よし、オッケーオッケー。で、ちゃんと名前呼んでくれ、優しいよな。本当？私も名前呼ばれたいからね。みんなの名前も呼びたいです。できるだけね、読めないことが多いんですけどね。日本のね、言葉だとね、読めるんだけど、やっぱりね、まあ勉強不足で、ちょっと海外の方はうまく呼べないことがありますね。あー、ファーストラブ、ちょっと待ってね、今コードをね、調べてるところ。演奏して歌うときにコードをね、見て、検索したりして歌ってます。マトちゃん、こんばんは。まあ楽譜みたいなものかな。
よし。あ、友人と一緒に？うん、フレンド。野菜人参 with フレンド。ナイスとミッチ。こんばんは、ゲッタちゃん。オッケー、アキラちゃん飲んだよ。安心してください。最後は。ファーストラブ、いきます。You're a rose, please, and my heart is gonna.
がとうございました。ファーストラブでした。この曲はね、宇多田ヒカルさんのちょっと夏メロにはなるんですが、今でもね愛される名曲ですね。大好きなんだよねこの曲。なんか素敵な曲だなって思います。ありがとう、ありがとう。ね、本当にね、素晴らしい曲。なんかね、本当にね、名曲って呼ばれるものってね、なんか素晴らしいなって思うんですよ。まあ、どんな曲も素晴らしいんだけど、愛されてる。今もなお愛されてるってすごいことだと私は思うんですよね。なんかやっぱり移り変わるじゃないですか。それでも人に愛される、素晴らしい評論家みたいなこと言ってごめんなさい。ありがとうしゅんちゃん。耐久ではないんだけど、ちょっとできる限り頑張っています。コラクちゃんこのワン。なんか私もね、夏メロって感覚ではなかったんだけど、ただね、もうね、まあ、ある程度年数が経ってるとね、その枠組みには入るそうですよ。ありがとう。ありがとう、ゆなぎちゃん。あ、本当に友人、ありがとう、友人の方。あ、みんなありがとうね。アイドルアニメのせいでクマさんが純粋に見えない。あはは。そうなんだ。アイドルって夜遊びさんのやつ。ありがとうパパちゃん。ちょっとお水飲みます。いやー、まあね、音楽が持つ力ってすごいですよね。語り継がれるってね、なんかすごいなーって。なんか語彙力なくてごめんね。とにかくね、すごいなーって思うんですよ。あ、アイドルね。アイドルいいですよね。推しの子見てますよ。推しの子面白いね。原作はちょっと知らないんですけど、アニメがね、すごく面白くてハマってます。面白い、この作品大好き。ごめん、今ちょっとなんとなく弾きましたけど。ありがとう。日本って今何時？23時ですね。完璧で究極のアイドル。いやー、いいですね。なんかすごくプロ意識を感じる作品で。なんていうんだろうね、こだわりとかね、なんかプライドとかね、なんかね、そういうこう、なんていうんだ、これだよ、これっていうね、私ああいうの大好きです。まさっと弾けてるかわからないけどね、ありがとう、リップちゃん。褒めてもらえて嬉しいです。なんかこう、まあ、すごくね、推しの子を見てるとね、まあ、ちょっとミステリーなところがあるので、まあ、そこはすごく気になりつつも、まあ、やっぱりね、その夢を追いかけてる姿、夢に対する本気度合い、向き合い方、これはね、学ぶべきところがあるのかなって思って見てます。推しの子、そう、究極の無敵アイドル。まあ私はね、アイドルではないけど、個人的にはね、なんか通じるものがあるのかなって思ったりするよ。
目はねちなみに隠れてるけど別にあのなんか特殊なものがあるわけじゃないからね。私の目はただの普通の目ですよ。なんかビームとか出ないから安心してね。あ、星の子知らないの？あのね、日本でね、すごく流行ってるアニメですよ。ぜひ見てほしいな。海外の方にも知ってもらいたいです。ね、そうそう、そう思います。私も、カズちゃんと同じ気持ちです。プリンアイドル？プリンアイドルとは溜め込んでる？あ、でも溜め込むのもいいかもね。一気に見るのもおすすめです。私もずっと もう待ってるから、なんか毎週なんかねまだかなって思って、今はね水星の魔女と推しの子が私の日々の楽しみですね。あー、水星の魔女はどんどん、あーってなってるんだけど、まぁ、ちょっとね、見続けますよ。よし。じゃあ、次の曲いきます。あれがガンダムだ。いやね、あれがガンダムなのかもしれないけど、知れないけど、なんかね、私はね、願ってしまうんですよ。どのような結末になるか、だんだん心配になってきました。まあね、もうちょっと見届けますね。私、どんな結末になったとしても、見届けなくては。次の曲はね、ちょっと待ってね。ホムラを歌いたいと思います。ジェイちゃん、シンキー。その言い方は怖いよー、ティンちゃん。あ、ガンダム知ってる？あ、嬉しいね。海外の人に知ってもらえるの嬉しいですね。いやー、今水星の魔女をね見てるんですけどね。いやー、ガンダムね、いくつか作品を見たりしてるんですけど、でどのような結末になるかはちょっと予想がつかないですね。そのいろんなねエンディングがありますから。よし、じゃあホムラを歌おうと思ってます。ちょっと待ってね。そうね、まあ作り上げてる方々のね表現したいものが一体何なのかにもよるからね、いろんな思いで見るしかないですね。まあ、ただただ感情移入しちゃうから、まあ、できればみんなが幸せになってほしいと思うんだけど、どのようになるかはまだ分かりません。よし。あ、閃光のハサウェイを見てないんだよ。すごい話題でしたよね。では歌いたいと思います。ホムラ聴いてください。
とうちゃん、見たことないあんまり。おすすめです。でも私全然にわかかもしれないけど、全然見れたよ。なんかちょっと難しいのかなって思ってたけど、普通に、なんだろう、難しいけどすごくいい作品で、なんかこう面語彙力がなくて本当に私は好きでした。ダブルオー見ました。ダブルオー確かに素晴らしかった。見やすいかもしれない。G のレコンギスタかな、あれは難しかったね。私にはちょっと難しくて、内容が、あれも好きだった。ポケットの中の、なんだったかな、ポケットの中の戦争、あれもすごい好きだった。まあちょっと雑談になるので、ホムラ歌いたいと思います。まだ見てない作品いっぱいあるので、私が語れるようなことがないんだけど、とにかくいいなって思ってます。今ちょっとずつ見たりしてる。よし、ではでは。やっぱり難しいんだね。ちょっと難しかったな。まあ、とにかくおすすめです。まあ、もし興味ある方はね、見てみたらいいかもしれない。くるみちゃんこの、ぽんちゃんこのワン。よし、あ、オッケー、歌います。ゆうちゃんこのワン。さようなら、ありがとう、声の限り。悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて。ぬくもりと痛みに間に合うように、このまま続くと思っていた僕らの明日を描いていた。呼び合っていた光がまだ胸の奥に熱いのに、僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして話した。未来のために夢が一つ叶うたび、僕は君を思うから強くなりたいと願い泣いた。思いにとらわれたり、残酷な世界に泣き叫んだ。大人になるほど増えてゆく、もう何一つだって失いたくない。悲しみ飲まれ落ちてしまえば歌
どうもありがとうございます。この曲はですね、ホムラですね。はい、ちょっとでもね、いいなって思ってくれた方はぜひ高評価とチャンネル登録をしてください。よろしくお願いします。 Thank you so much, welcome 皆さんありがとうございます。ノワールです。ありがとう、ありがとう。Thank you so much. もしよかったらね、皆さんの友達とか、知ってる人とか、Twitter とか SNS でね、私のことを紹介してもらえるととても嬉しいです。はえちゃん、登録しました。Welcome. Thank you so much. ありがとう。パチ、パチパチ。ありがとう、アレクサンダーちゃん。ありがとう、しゅんちゃん。あ、そうだね。かっこ祭りってどういうこと？やったやったやった。このわもぺちゃん。中国語ね。中国語があんまりね。ちゃんと読めてないですけど、ありがたいです。本当に。ありがとう。あー、ちょっと待ってね。シーシャー、ありがとうございます。 Thank you so much. ありがとう、グランティアスパシボ。 Thank you、とにかくいろんな国の人がこの配信には、来てくださるので、ありがとうだけはね、できるだけ伝えたいなと思っています。じゃあ次の曲いきます。ちょっと待ってね。垂直落下という曲を歌います。異世界情緒ちゃんのカバーじゃないか、異世界情緒ちゃんが歌っている垂直落下。ありがとう、野菜人参ちゃん。あ、七七ちゃん、ありがとう。ここね、ちょっとね、宣伝させてください。5月13日、今月ね、5月13日に、私の、4周年記念がありました。そこでですね、4周年記念グッズを6月4日まで販売しております。よかったらですね、ぜひ、固定コメントにも載せたんですが、ブースでね、4周年記念のグッズを販売しておりますので、覗いてもらえるととても嬉しいです。よかったらよろしくお願いします。ピアノ何年やってるの？いやー、何年かな？まあ、個人的にね、ずっとね、なんか独学でね、やっていて、ここ最近はね、ピアノの先生に教えてもらったりしてます。あんまりなんか何年っていうのはちょっとよくわからないな。いつの間にかというか、ずっと前から好きだったんだ。ポーチューちゃん、あー、ウェルカムアラズー通信、ようこそ。ありがとう。
そしてですね、一応自己紹介なんですが、今更でもあるんだけど、今日はたくさんの人が来てくれてるので、ちょっと自己紹介させてください。ノンワールドっていう音楽ユニットで、音楽を作ってるノンワールです。配信はね、毎日23時にやってます。たくさんの人に知ってもらうために配信をしてるんだけど、普段は自分のオリジナル音楽を作って活動しています。私のオリジナル音楽をぜひ聞いてほしい。私はね、自分がオリジナル音楽を作るアーティストとして、たくさんの人に知ってもらうのが夢です。別のチャンネルでノンワールドのオフィシャルチャンネルっていうのがあるので、そちらの方の、オリジナル曲もぜひ聴いてください。ちょっと配信の雰囲気とは異なるんだけど、かっこいい曲いっぱい作ってます。ぜひ聴いてもらえたら I'm happy、 ぜひお願いします。まあ、そういうことで宣伝でした。イエイイエイ、ありがとう。あ、そうそうそう、月曜日は基本お休みです。あ、ごめん、月曜日お休みですよろしく。オッケー、じゃあね、垂直落下を歌おうと思います。もしね、たまたま今来たよっていう方もね、私の歌を聴いてください。で、準備大事、そうね、そう、大事ですね。いらっしゃい。違うよ、メトロノームじゃない。もうこれエアコンがね、故障しているのかわからないけど、ずっと変な音が鳴るの、ごめんね。エアコン壊れたってなんて言ったらいい。エアコンが壊れたかもしれません。故障した。ちょっと待ってね。The air conditioner may have broken down. Oh my god. I'm sorry. カチ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 。これこの音、この音は。そう、これが環境音。そう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 、ごめんね、本当にすいません。これ治ったら、ほっといたら治るんだけどね、結構時間がかかるんですよ。よし、はい、じゃあ歌います。聴いてください。聞いてください。あなたは呼んだ、一人でいたいんだ、バカみたいに泣きながら、そう呼んだ。
落ちていかない。ありがとうございました。笠村トートさんの垂直落下です。あれ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 、おお、うん、あ、オーマイガー、ちょっと私の動作がおかしい。あ、治った。あー、ごめんね。びっくりした。ちょっとお水飲みます。なんかさっきからちょっとおかしいな。なんか、あれかな。機械が壊れてきた？いろんなもの壊れてきた。怖い。ちょ
ちょっと待ってね、なんか。なんかいろいろ切ってみよう。あーっとっとっと。これでどうかな？あー、モンスターキルちゃん。Thank you for the beautiful singing noir. Thank you so much. ありがとうございます。もうちょっとお水飲みます。喉が鳴った。聞こえた？なんかたまに猫みたいになんか喉が鳴るんですよ。なんかなんだろうね、これね。あ、佐々木ちゃんありがとう。あ、メンバーシップギフトね、ありがとうございます。おめでとう。メンバーシップギフトをもらった方はね、ぜひスタンプ使ってください。ではでは、次の曲いきまーす。次の曲はね、ちょっとね、あの別の曲歌いたいと思います。私のね、すごく好きな曲で、銀河録、花巻ごはんさんのね、銀河録という素敵な曲があるので、そちらをね、歌おうかなと思います。大好きな曲ですね。よし、いきますか。好き？私も大好き。いやー、本当にいい曲なので、もしね、知らない方はね、この曲を聴いていってください。同志を増やすにはこれは一番かと。ありがとう。いやー、本当にね、応援してくれてありがとうね。もう本当に皆さんのおかげでこんなにもたくさんの人に知ってもらいました。もちろんもっと頑張るけど、いつも感謝してます。ありがとう。あ、もう実はね、あと1時間ちょっとかなって思ってるので、よかったらぜひ楽しんでください。じゃあちょっと待ってね、少し準備します。結構ね、高低差がある曲っていうのかな。なので、ちょっと最初低めでいきましょう。おやすみ。またね、影虎ちゃん、いつもありがとうだよ。ではでは、いきますか。夜明け前に街灯が鳴いて、冷たい空気さえも灰色だった。近いようで遠かったライト、消えちゃう前のろうそくを見てるような。ごめんね、最果てだと思った。君と夜明けを待てなかった。電波と固めつつる揺らいだ二人の距離も全部一度ゼロに戻しておいて、白い息になりそうだ。銀河みたいな
近づいたら遠ざかるライト、淡いオレンジ暗くなって、泣いてしまう理由を、口を閉ざす理由を知りたくなるわけは、笑ってくれるような魔法みたいなことは、銀河隠したら枯さ、銀河みたいな、銀河みたいな、銀河みたいな君だったよ、僕は探している夜明け前に見つかるように水平線重なった輪郭だ、水平線境界に重なった輪郭だ、ございました。銀河録でした。とても好きですね。素晴らしい、この曲は大好きです。はい、聴いてくださってありがとう。本当にね、素敵な曲だよね。ちょっとお水を飲みます。おやすみアルキ、アルケイドちゃん。なんか、日本語が結構安らかに眠る。また会いに来てね。なんかちょっと、その眠るはね、ちょっと怖い雰囲気がある。また会いに来てください。あ、ミンゼンちゃん。ありがとう。スパチありがとう。このワン、てつらんちゃん。てん
みんなありがとね。いやもう会いに来てくださって。土曜日がね、終わりますよ。もうあと2分で。助けていかない。ちょっと待って、怖い怖い。なんか絶妙になんかホラーな感じになってる。みやみちゃん、こんばんは、いらっしゃい。本当に1週間なんてもうね、ヒュッて終わりますからね。もう私も助けてって感じ。本当にもう困っちゃうよね。本当にどうやったら時間って止まりますか。まあなんか現実逃避したくなるぐらいにはなんか日々が早く感じてますね。え、変だった？ヒュって変だった？ヒュって終わるけど。よし。行きますか。次の曲はね、ね、3時間だけどね、3時間だったんだけどね、あと1時間になりました。本当にね、意外とね、早いんだよね、時間って。ね、なんだっけね、それね、まさちゃん。なんちゃら嫌なことして。本当だよ、てまりんちゃん。いやー早いですね。どうしてこんなに早いのか。あー、リツイートしてくれてありがとね。リツイートしとこ。よし。よし、いきますか。じゃあね、次の曲はですね。ちょっと待ってね。今夜のごとし、今夜のごとし。次次、あ、もう日曜日になった。早いですね。今から歌う曲はですね、もうさっきからずっとなんか今から歌う曲は、今から歌う曲はって言って絶対歌わなくてごめんなさい。リメちゃんの食虫植物歌おうと思います。落ち着いて落ち着いて。まだ私たちには日曜日があるじゃないですか。始まったばっかりだよ、日曜日は。元気を出して。 Oh my god、 出勤日なの。ごめん。心を込めて歌います。よし、今から歌うのはね、リメちゃんの食虫植物です。ナイス。お米ちゃん、こんばんは、いらっしゃい。来てくれてありがとう。おー、ありがとう、嬉しい。ありがとね、てんちゃん。おう、ハッピーバースデー、おめでとう、しかちゃん。ハッピーバースデー、誕生日なの？え、今？
今日だよね。よし、行きます。せーの。ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとよしかちゃん、ハッピーバースデーとユー、おめでとうございます。ショーンレイクファラー、おめでとう。誕生日なんだね、いいな。純粋に誕生日はいいんですよね。美味しいものも食べれて幸せな日にしてくださいね。おやすみ、こんばんちゃん。食べなくちゃ。どうしようかな。ちゃんも誕生日だったの。 OK、 せーの。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear もっぺちゃん、おめでとう。 Happy birthday to you、 おめでとう。フェリスちゃん、今度は半端寝てる。まさかの、もしかして他にもいたりするのかな。 Welcome birthday、 birthdayバースデーピーポーの皆さん、いらっしゃいませ。まあ、ゆっくりしていってください。誕生日のね、そんな大切な日に遊びに来てくれてありがとう。嬉しい。ありがとう。よし、じゃあ心込めていきましょう。ね、意外とね、狭いなと思う。なんかね、不思議ですよね。いきます。
はい、どうもありがとう。はい、この曲はですね、食虫植物ですね。ありがとうございました。もしね、ちょっとでもいいなって思ってくれた方がいたら、ぜひ高評価とチャンネル登録していってください。よかったらぜひお願いします。ちょっとお水飲むね。スアルちゃん、いらっしゃい。ありがとう、銀ちゃん。コカちゃん、こんにちは。どうもありがとう。ありがとう、しゅんちゃん。そう言ってもらえて、とても光栄です。まあこれよく歌ってるんですけど、え？What？ アルケイドちゃん起きてる。ね、寝るって言ったのに、無理しないでね。無理しないでください。嬉しいけどね、ありがとう。ムーンハローを歌いたいと思います。よしと、英語のね、曲なんだけど、崩壊サードっていうゲームの曲になります。結構私英語を理解はしてないんだけど、作品のね、曲はね、結構感情が入るんですよ。なので、まあもしね、よかったら皆さんも、私ね、崩壊サードって別にそんなに実は知らないんだ、内容については。ただアニメというか、アニメーションかな、公開されてるんですよね。みほよさんのチャンネルで、アニメシーンがね、公開されてて、それをね、見たりしてるんだけど、本当に素晴らしいの。私、にわかかもしれなくて、ちょっと、あんまりね、内容を知らないですから、あんまり言えないけど、とにかくね、素敵なんですよ。なので、この曲はね、その映像を見て私はすごく好きになりました。財布を消去したゲーム、まあ、よくみんな言ってるね。で、なんかね、崩壊サードとかね、原神とかってね、実はつながりがあるらしいとかね、聞いてすごく気になってる、世界観とかね。ただね、どこからね、追いかけたらいいのか、ちょっと私は分かってないんだけど、まあ、とにかく、もし知らない方はね、まずはね、MV とか見てもらったらいいんじゃないかなって、きっと私と同じように気に入ると思います。ナピちゃん、いらっしゃい。お財布崩壊サードに、なるほど、それは大変だ。でもそれだけね、面白いってことですね。もう私もね、ナナシちゃんと同じだったんだけどね、すごくね、音楽が素敵なんですよ。そしてアニメーションもね、本当にすごいの。もうなんか私、全然知らないキャラクターなのにね、泣きそうになるんだよ。
あれはね、すごいなって思います。崩壊サードとスターレールは同じ世界線、原神はパラレルワールド。あ、そうなんだ、教えてくれてありがとう。へえ、もしよかったらなんかアーカイブとかにね、ちょっと教えてほしい。崩壊サードと、原神とか、いろいろ。私ね、すごい興味があるんだけど、いっぱいありすぎてね、どこから追いかければいいか分からなかったりして。なので、よかったらアーカイブで教えてください。じゃあ、そういうことで歌います。長文になっちゃいそう。全然いいよ。アーカイブへ、ぜひ。よし、行きますか。ムーンハロSome dead souls on this planet were oceans once. Some were shattered by the night, the sun will shine. Some found the entire world fall to the ground, but huge to fly so high.Beauty, beauty.
ありがとうございました。ムーハロでした。もしね、いいなんていうところがあったらね、高評価とチャンネル登録をしてもらえたらなと思います。登録してくれてありがとう。あーと170人の方ですね。私を見つけてください。ありがとう。綺麗って言ってくれてるし、ありがとう。シャタちゃん、このワン、ちょっとお水を飲みたいと思います。ありがとう、しゅんちゃん。本当、嬉しいです。いやー、見てもらえて嬉しいですね。あ、ちゃかまちゃん、このわー。来てくれてありがとう。いやー、嬉しい。ありがとう。みんなゆっくりしていってくださいとは言っても、あとね、30分ちょっとかな。あとどのくらいの人が見つけてくれるでしょうか。見つけてー。オーマイガー、携帯で見てるんだ。暑い。それは、大丈夫かな？なんか、壊れないようにね、充電とかしながら見てるの。登録ありがとう。よしと。じゃあね、残り短いですけど、私の歌を、聴いてくださいね。はい、ではでは、今から歌うのは道連れですね。星町水星ちゃんの道連れを歌おうと思っています。あーもう、これはね、またなるだろうな。なんかね、道連れね、あのね、星町水星ちゃんのね、道連れ歌うとね、分裂するんですよ。この、セトリー。どうして治らない。もうこれなってるもんね、すでに。あのね、初見の方はね、知らないでしょうから教えてあげます。さあ、これを見てください。私のこのセトリーを、今見てくださいね。見てますか？見てくださいね。いきます。ほらー！もう慣れたものですよ、本当に。どうしてこうなる？まあいいんですけど。まあ道連れにしたいというね、思いが。私の、この思いがね、多分強すぎたのかな。まあ、そういうことで、道連れ歌います。はあ、ちょっと待ってね。またか、でもまただよ。なんでだろうね。まあでもなんか面白いからね、まあいいんですけど。なんか私のところだけかな。セトリくん、頂上です。どういうこと？頂上です。セトリくん、セトリくんってなんかちょっと可愛いね。セトリくん頑張って。道連れになる。怖いよー。なんとなくちょっと恐怖ですね。まあいいや、ちょっと今から歌おうと思います。ほらー、ウェルカム、いらっしゃい。
ちょっと待ってね。よし、行きましょう。聞いてください。道連れ。
がとう、道連れでした、道連れ。はい、ありがとう。海空ちゃん、ありがとう。メンバーシップギフト、ありがとうございます。水まんじゅうちゃん、こんばんは。リペアちゃんもこんばんはです。いらっしゃいませ。ちょっと待ってね。さあ、見てください。この道連れの数を。そして道連れはずっとこうやって増え続けるんですよ。あきくん、拍手ありがとう。スパチャありがとうね。なんかね、これね、前からこうなんだけどね、なぜかね、増えるんですよ。なんでですかね。ちょっと待ってね、こちらを直しますので。あれ？ほい。よし、あ、増えた。ちょっと待ってね。うん。そう、増殖するんですよ。なんでですかね。しらすちゃん、見知らぬしらすちゃん、こんばんは。あれ？消えちゃった。ちょっと待って。オンマイガー。消してない、消してない、消してない。もう、どうしてこんなことに。もう消えてない、消してないんだけどな。あ、マルジャクさんですね。あー、なんかね、問題があるんでしょうね。いやー、なかなかね、なんかちょっとあ、マルジャクさんですね。いやー、気難しいですね。ちょっとお水飲んで休憩しようと。新イベント新イベント今ね、私の方ではね、消えてないんだけどね。ちょっとその設定のね、ところだとね。ただなんか表示されなくなっちゃったね。あー、困ったな。まあいっか、いっぱい歌ったんですよ、今日は。でも自己申告していきます。いっぱい歌いました。あとちょっとね、時間があと25分ぐらいありますので、歌っていこうと思います。ありがとう、佐々木ちゃん。あー、なんかそういう問題があるのかな。そんなの専門的すぎてね、知らないですよ私。でも教えてくれてありがとう。ちょっと電池機からそのような対策を取ってみますか。ありがとう。よしと。じゃあ次の曲いこうかな。ちょっとお腹が空いてきちゃった。なんかすごく心を込めて、体を使って歌っているんですけど、お腹が空いてきますね。なかなかちょっと空っぽになってきました。プリンが食べたいですね。まあでも最後まで全力で歌いたいと思うので、応援してください。ありがとう、ありがとう、ありがとう、たくさんのプリン。ちょっと怖い。ちょっと怖いですね。なんかちょっと怖いですね。
最近見つけた新しいプリン、いや特にないかな。なんかみんなもね、もしプリン見つけたら教えてください。ツイッターでね、プリンのなんかあの写真とか載せてくれるとすごく嬉しい。私引きこもってるのでね、なかなか新しいプリン見つけられないんですよ。登録してくれてありがとう。気軽にコメントしてください。わ、また登録してくれた。誰かな？誰ですかね？ありがとう。いやありがたすぎるよ。なんかちょっとまったりしちゃった。わ、また登録してくれた。誰かな？ありがとう。Thank you。何歌おうかなって今ちょっと悩んでるので少し待ってくださいね。どうしよっかな。春巻きご飯さんをちょっとまた歌おうかな。ディナーベルを歌おう。ディナーベルという曲がですね、とっても素敵な曲なんですけど、皆さん知ってますか？春巻きご飯さんの曲ですよ。なんかこの曲が最初の曲みたいになっちゃった。まあ、あの実はですね、もう10曲ぐらい歌ってますけど、セトリが急に消えちゃったんで、なんか1曲目みたいになってますけど、1曲目じゃありません。よし。この曲ね、本当に切ないんですよ。もう歌ってるとちょっとね、泣きそうになっちゃうぐらいは切ないかな。なんか悲しいお話なんですよ。だからもうちょっと心を込めて歌いますね。少し心の消費エネルギーが大きい曲ね、大きい曲かな。うん。まだ大丈夫。よし、行きましょう。聞いてください。ディナーベル。私にないものばっかを落っこちてた。当たり前にみんなが持ってる食器、売れたらどっかに行った。私にないものなんてたくさんあった。帰り道の窓から燃える棚、マジックアーマーの幻想。彼らを見るたび見るたび考えていた。そのぬくみが何からできてるかって向こうにいる子が知ってるわ。私
そしたら私はどんどん死んで小さく惨めになって、おもちゃのコックが作ったスープを飲んで、そのぬくみを朝まで取っておこうと、お腹を抱えて眠るよ。ありがとう。誰かディナーベルを鳴らしてあげてほしい。本当に切ないですね。誰かにずっと自分を呼んでほしいと思っているんだろうなっていう感じの曲ですね。すごく胸が苦しくなります。ありがとう。はい、どうもありがとうございます。もしね、ちょっとでもいいなって思ってくれたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をしてくださいね。アロマジュちゃんこのはいらっしゃい。これ消えちゃうのかな、ディナーベル。あ、消えた。あー、もうおかしい。このセットリくんがね、今日はおかしいですね。今日からこの子はセットリくんと呼ぼう。セットリくんがおかしくなっちゃった。まあいいや。Did you uncontrollable have piano version? Uncontrollable 聞きたいですか？できるかな？ピアノバージョンでね、歌ったことないな。私のね、作った曲です。気に入ってくれてありがとう。ハットリくんみたいに、セットリくんですよ。今日から名前がつきました。
さっきね、あのスパチャもらった時にセットリくんって言ってる人がいたので、採用した愛着を持ってね、呼びました。はい。ちょっと待ってね。できるかな。ちょっと待ってね。まあ今日はたくさんの人が見に来てくれてるので、自分で作った曲もね、まあちょっとできればね、歌いたいかなとは思ってはいるものの、最新曲ですね。ピアノバージョンではね、ちょっと歌ったことがないので、どうしようかな。ちょっと確認してみようと、少し待ってね。あー、アロンソちゃん、このわわわわいらっしゃい。ちょっとゆったりめに行こうかな。ちょっとお待ちください。まあ、せっかくなので私の歌も聴いていってください。 My nice to meet you. I am composer. Please listen my original song. New song. 私の新しい曲をよかったら聴いてください。アンコントローレブルですね。少し準備するので待ってくださいね。起きちゃった、ごめんね。なんかうるさかったかな。なんかいろいろトラブルがあってわちゃわちゃしてしまった。爆弾頭ちゃん爆弾ちゃんって呼んでいい？爆弾ちゃん、ありがとう、嬉しい。あ、ごめん、今からね、ちょっと激しめな曲を歌おうとしている。自分で作った曲なんだけどね、ちょっとパワーのある曲を作ったので、よかったら聴いてください。まあ、ピアノバージョンなので少しね、原曲とは違う感じでいきたいと思ってます。アンコントローラブル、制御不能という意味です。ありがとう、佐々木ちゃん。ちょっと切実な願いを込めた曲でもあるので、ピアノバージョンはね、そっちの方を伝えたいなと思って歌うと思います。さんのこの下があなたの
しばと選択肢さえ奪ったあるざの箇所こっちの視点が誰かのためだった言葉を使って隠したデビューさえ戦闘化して自分で作った曲です。アンコントローレボ、もしね気になる方は、オフィシャルチャンネルの方にね投稿しておりますのでそっちの方聞いてください。バカにして心を殺しておいて被害者ずらしたって逃がさないぞというね感じの曲ですね。この曲を聴いてみんなが何を感じてくれるのかちょっと気になります。ぜひコメントをしてください。アーカイブでもいいしねよかったらね YouTube のオフィシャルチャンネルのね原曲にもコメントお願いします。あおちゃんありがとう、わっちゃんありがとう、くるみちゃんありがとう、スパちゃんありがとうね、わーわーわー、あきくんありがとう、もしこみちゃんありがとうただいまね、4周年記念でね今歌った曲を含めた3曲新しい曲をね、今ちょうど左下に出て、あ、聞いた、まあそう EP ミニアルバムをねちょっと作っております。ブースの方で販売してるミニアルバムではね結構まあ本音というか自分がね普段語らないような曲の解説をしています。何をね考えて作ったかっていうところはね普段喋らないんだけど、こういう特別な機会にはね喋ろうかなと思って書いてますので、もしね気になる方はねぜひ4周年記念グッズのブースへ見に行ってみてください。お願いします。わわわ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ふくろちゃん、こんばんは。何寝てるの？そんな お母さんみたいな。あ、ありがとう、ふくろちゃん。本当に、自分で作った曲をね、歌うときはね、結構ね、緊張するんだ。どうやって思われるかな？どんな風に感じてもらうんだろうってね。まあでももし気に入ってもらえたなら、まあ、すごく嬉しい。もうこんな時間か。ちょうど最後の曲になりましたね。アンコントローレブ。そういうつもりではなかったんですが、
そういうことになりました。今日最後の曲はアンコントロリボでした。まあ、またね、時には自分で作った曲を歌おうかな。みんなの口コミが頼りです。ぜひ周りの人に私のことをね、おすすめしてくれたりすると嬉しいな。ゼラちゃん、グッドイブニング。チェンチェンちゃん、こんばんは。好きになってもらうのはね、私が配信で頑張ります。うん、知ってもらうのはね、みんなもよかったら協力してください。ちょっとお水飲むね。ちなみに、みんなに協力してくださいっていうのはね、結構アバウトな言い方なんだけど、単純に高評価してくれたり、アーカイブへコメントを残してくれたり、そういったことが日々の、応援になっております。もう本当にね、その一つ一つが私にとってはとても大事な一つ一つなので、ぜひお願いします。まあそういうことで、そろそろ終わろうかな。さりげなくそっと URL 送ったりするありがとね、助かる。まあね、私もね、そうやって紹介してもらっても恥ずかしくないように音楽をしっかりと作っていこうと思うので、あと配信でもね、真面目に歌っていこうと思いますので、よかったらぜひね、よろしく。わー、高評価400いきました。やったー、すごい、ありがとう。みんなありがとうございます。 Thank you so much。 今日はたくさんの人が来てくれたみたいですね。ありがとう、ありがとう、本当に Thank you。 よし、じゃあまあそういうことでね、今日は終わろうかなと思います。あと150人だけどね、ごめん。ちょっと今日はね、もう終わろうと思っております。あー、登録してくれた方ありがとう。1万4000人頑張って目指していきますので、応援してください。じゃあそういうことで終わりますか。ちょっと待ってね。そうだな、楽しかった？うん、楽しかったって言ってくれて嬉しいよ。最後まで見てくれてありがとね。3時までじゃなくて3時まあちょっとね、体調のことも考えて、まあ、この辺で終わろうと思います。もう148人ですか。いやー、これはね、もうちょっとなんだけどな。でもこのもうちょっとがね、夜が明けたりするので、まあちょっと待ってね。ちょっと待ってくださいね。まあでもまた明日頑張ります。はい、ということでね、今日はそろそろ終わろうかと思います。皆さんありがとう。もしよかったらぜひオフィシャルチャンネルのオリジナル曲聴きに行ってください。ツイッターの方もぜひフォローしてね。せーのの後でオツノワールドって言ってください。オツノワールドOTSU No World Please お願いします。 3,2,1 せーの、おつのワールド、お疲れ様。 See you next live streaming のワールでした。最後まで本当にありがとう。またね、また遊びに来てください。バイ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 、またね。5月18日、スーパーチャットありがとうございます。元のちゃん。
もこちゃん、MG ちゃん、あきらちゃん、南光ちゃん、ブラームちゃん、かなめちゃん、佐々木ちゃん、ケントちゃん、ティンちゃん、アレちゃん、長ネギちゃん、ありがとうございました。この番組はノワールの提供でお送りしました。バイバーイ、またねー、バイバイ。